業もあってアルバイトもあってでインターンもあってっていうので泣いていただいた中で2社はサマー行ったからこそ早期選考があったんでいけないことで焦るよりかは切り替えれば絶対大丈夫だと思います。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は就活生座談会ということで、今回のテーマはですね、夏休みの過ごし方について、皆さんとちょっと楽しくお話しできたらなと思ってます。みんな初対面だからね、その座談会って言ってもね、すごい緊張感が溢れてるんですけど、仲良く楽しくお話しさせていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京農業大学農学部の3回生中村海です。学系大学英語学部3年の高橋鈴香です。本日はよろしくお願いします。お願いします。私の悩みが夏休みの時間の使い方で学業もあってアルバイトもあってでインターンもあってっていうのでどういうふうに時間を使い分けていけばいいのかっていうのが今の自分の中の疑問です。ちなみに今はどういう時間のスケジュールで生活してるんですか？今は週2で塾のパートがあるので、その準備で大体3日ぐらい取られちゃって課題やったり、今課題ほとんどやってないんですけどあとはインターンの準備してます。大変ですね、それは。22卒の就活を終えた2人もいるんですけど、2人は去年の夏休みどういう感じで過ごしてましたか？私はバイトをしてなかったので毎日企業説明会とかインターンに参加するって感じで毎日何かしら就活のイベントを入れて過ごしてました。バラマツは最終的にずっと業界も企業も絞れなかったので毎日違う業界の違う規模感の企業にワンデイインターンに参加しまくる。みんなの悩みとしてやっぱ優先順位がねつきづらいっていうのはあると思うんですけど、どういう風に優先順位をつけてましたか？とにかく就活を第一優先にして、それで余った時間でやりたいこととかを埋めていくみたいな、それをやる半年間にしようと決めてやってました。どうですか今の話聞いて。今自分は塾もすごい本気で取り組みたいのでそっちはやめる気がなくて、ってなったらやっぱり人を気にしなきゃいけないけど、その分ちょっと量は減っちゃうんですね。でその量が減っちゃっても大丈夫なのかっていう。最終的に行こうと思った企業はサマ参加してなかった企業なんで全然いいと思うんですけど、ただ泣いていただいた中で2社はサマ行ったからこそ早期選考があったんで、早期選考があるとことか自分が行きたいなって思う企業だったら行っといて損はないよっていうだけ、別になくても内定はいただけると思います。行かなきゃいけなくて行けないことで焦るよりかはちゃんと行けなかった分本選考の準備しっかりしようとか、切り替えれば絶対大丈夫だと思います。今年の夏休みは皆さんの過ごし方どうしようと思ってますか？僕はちょっと部活が8月まであって、部活をちょっと優先したいなっていう感じも思ってるので、8月までは部活優先で、9月以降は就活1本にして進めようかなっていうふうに考えてはいます。なるほどなるほど。私はそのさっきも言った通り塾が8月前半全部埋まっちゃってるので、その期間はもう朝と夜2時間2時間みたいな感じで時間絞ってちゃんと目的持って効率よく行動しようと思っていて、9月前半とかっていうのは就活に結構集中しようかなって思ってます。偉いね、本当に偉いよということで夏休みの過ごし方、これは正解がないんですけど、行動して、後悔は一定あるかもしれないけど、早ければ早いほど軌道修正も効くと思うので、これから7月、8月、9月と有意義な時間にできて、あと実体験を聞きたいですね。夏休み終わってから皆さんに。ということで、また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。